FC モスクワはかつて存在したロシアモスクワを本拠とするサッカークラブである。ロシアプレミアリーグ最高成績は2007年シーズンの4位。長年にわたりトルペドモスクワを支援してきた国営自動車工場ジルはソ連崩壊により市場経済化が進んだ1990年代に経営難に陥った。トルペドもその余波を受け、 1996年にルジニキスタジアムを所有するルジニキ株式会社に売却され同時に本拠地はトルペドスタジアムからルジニキスタジアムへ移されたジルはトルペドスタジアムを本拠地とする新クラブを1997年に改めて創設したこの新クラブは既存のトルペドとの区別のために当初トルペドジルと称した2003年から2004年までは シベリアの鉱山会社ノリリスクニッケルがクラブを買収してトルペドメタルルグ2004年からはモスクワ市がクラブ運営を引き継いで FC モスクワへ解消された。しかし2010年1月ノリリスクニッケルがスポンサーから撤退し再び経営難に陥り同年2月17日にロシアプレミアリーグから除外されロシアアマチュアリーグモスクワ地区に所属する。 2010シーズンは3位となるが、シーズン終了後に、クラブは解散となった。なしなし GKDFMFFWMFGKDFMFFW。ありがとうございます。